デュープレックスは1861年浸水のフランス海軍の木造機搬送コールベッドで同系艦はない。本艦はフランス領インド総督ジョゼフ・フランソワ・デュープレックスにちなみ命名された最初のフランス海軍艦艇である。1856年10月9日起港。1861年3月28日浸水。1862年2月26日収益。 1862年8月25日にサイゴンに到着。それから琉球諸島と函館に立ち寄った後、横浜に着いた。デュプレックスは1864年の下関砲撃に参加した。この時、デュプレックスはコルベットの戦列の2番目、イギリスのターターとオランダのメターレン・クルイスの間に位置していた。デュプレックスは411発の砲弾を発射し、 22発の命中断を受けた。そして2名の死者と8名の負傷者を出した。1864年12月28日に、デュプレクスはフランスへ向かい、1865年6月25日に退役した。1867年、デュプレクスはシェルブールで最終役した。1868年2月、横浜到着。 1868年3月8日、堺でデュプレクスの乗員が殺害されるという事件が発生した。殺害に関わった者の,のうち20名が切腹とされた。だが、フランス人にとって切腹は衝撃的だったことから途中で中止するよう求められたので、切腹したのは11人であった。この事件を堺事件という、同年4月18日、 天保山沖で行われた日本海軍最初の西洋式の観艦,艦式に3列。同年10月、デュプレックスは江戸に派遣された。また、デュプレックスは宗谷海峡で難破したイギリスのコルベット・ラトラーを救助した。箱館戦争の際、デュプレックスはフランス権益を守るため、箱館港内に停泊していた。 夫婦戦争中の1870年7月から1871年2月まで、デュプレックスはドイツのコルベットヘルタを長崎へ封じ込めていた。3月、退役するためデュプレックスはシェルブールへ向かった。1876年から1886年まで、デュプレックスは3月から10月の間武装されて、アイスランドでの漁業の監視に当たった。 1887年除籍、ありがとうございます。